ご視聴ありがとうございます。前回ゆいちゃんの自殺の真相が判明した直後からスタートします。方向キー、左スティックで移動します。霊夢何言ってんだよ。今まで散々やってきたんだからそんな説明なくてもできるんだぜ。だけど、説明が。R1 ボタンを押しながら移動で走ります。え、だから知ってるって、っていうか、この状況、前もどっかで、この場所、見覚えがあるような。L1 ボタンを押しながら移動で平行移動します。霊夢わかってるから説明しなくてもいいんだぜ。口が勝手に動くのよ。え、まさかお化けの呪い。おやー。鬼嫁の呪いね。鬼嫁が必死に打ち込んでるんだな。視界内に拾うことができるアイテムがあると、頭上にハテナが表示されます。アイテムに近づくと、ハテナは星のアイコンに変わります。以下省略。適当だな。四角ボタンでアイテムを投げるんだろ。知ってる知ってる。四角ボタンでアイテムを使用します。霊夢のおたんこなす。ちょっと何さりげに普段の鬱憤撒き散らしてんのよ。あーこれストレス解消になるんだぜ。神妙周りでストレス解消するのやめてよね。あ、これも懐かしいな。押すことのできるオブジェクト丸ボタンを押したまま、押す方向に移動してください。ってうぷぬし説明飛ばすの早すぎなんだわー。霊夢が読み終わる前にボタンを押してるでしょ。まあでももう操作方法はわかってるしな。でもこれって、物語の冒頭でゆいちゃんがした行動そのままだよな。思い返せばそうだったわね。ゆいちゃんの時はこのまま山へ行って、そのまま、死んじゃったのよね。そうだったな。ちょっと思い出したくない過去だな。はるちゃんも自分のせいでゆいちゃんが死んじゃったんだって自己嫌悪になってるし、誰のせいでもないのにな。そしてこの場所はやっぱり、この横スクロールは、あの場所で間違いないわ。やっと着いたんだぜ。当時のまま残ってるわね。チャコの声？一瞬チャコの声が聞こえたような気がしたわ。チャコが呼んでるのよ。はるちゃん、変なこと考えちゃダメよ。ゆいちゃんははるちゃんのせいで死んだんじゃないわ。はるちゃんダメだって。てかマリサなんとかしなさいよ。あ。自分を責めて、はるちゃんまで。ということで、神妙周りの最後はこんな感じで幕を閉じました。ゆいちゃんが死んだのは自分のせいだと、はるちゃんもその現実に耐えられなくなり自殺してしまうというなんとも悲しい結果となってしまいました。ちょっと待てやーい。え？こんなの視聴者さんも納得してないわ。はるちゃんの命の鍵を握ってるのはマリサなのよ。すごい責任重大じゃねえかよ。だから簡単に死なれちゃ困るのよ。なんか起きてる。メモ。花火の日。私は春と行くって約束をしてる。もう春は引っ越しちゃうけど。いつか、また春と花火が見れるといいな。引っ越した後も、たくさんお手紙を書こう。夏になったら、また春に会いに行こう。このメモは、ゆい。ジャコがそっちには行くなって言ってるのよ。それにしてもゆいちゃんのこの前向きなメモは、春ちゃんにも前向きになれって伝えてくれてるのかも。先に進んでください。あれ、戻れない？進んでください。やっぱり戻れない？進んでください。はるちゃんは死なせない？引っ返さないでください。うん、ゆいちゃんごめん。先に進んでください。ごめん。先に進んでください。この先に。おいで。おいで。もう嫌だ。そうかいそうかういそうあいそうかい。断り様？断り様。もう、声が、聞こえなくなった。ありがとう、ございます。あ。待って。なんか落ちてきたぞ。ハサミかしら。なんで、助けに来てくれたの。私が呼んだから。私が、もう嫌だ、って。赤い立ちバサミを拾った。小さな穴が開いている、入ってみる。なんか暗くて薄気味悪いところだな。神妙周りは薄気味悪いところしかないわよ。確かに、でも断り様。
なんで助けてくれたんだろう。やっぱりハルちゃんが助けを求めたからじゃないかしら。私は最初からホラー実況なんてもう嫌だって言ってたぞ。マリサのことは断り様助けてくれなかったのね。不気味なまでに大きい赤いクモの巣だ。立ちバサミできる？断り様がくれた立ちバサミで、よしこれで先に進めるな。うーお地蔵さんたくさん。なんだ？あ、ゆえちゃん。なんだったんだ、今の。ゆえちゃん何か置いていったみたいだけど。ゆえ？あ、あれだな。髪の切れ端身を拾った。春にお別れの挨拶が言えない。さよなら、また会おうねって明日こそ言うんだ。って書いてある。やっぱりゆえちゃんは春ちゃんと離れたくなくて、でも離れなきゃいけないのもわかってる。きっとゆえちゃんも葛藤してるはずよ。ということは今まで拾ってきた紙切れは全部ゆえちゃんが書いたものだったのか。そういうことになるわね。また。ゆえちゃん何かにびっくりしてたみたいだったけど。十円玉にびっくりしてたのか。嬉しすぎて尻もちついちゃったのね。そんなわけないだろバブキャロー。お化けにびっくりしてたのね。普通十円で尻もちつくくらい喜べるか。今時十円で何が買えるんだよ。十円を洗うやつは十円で泣くのよ。なんか上を見上げてたな。で下の方から進んでいったな。これはゆえちゃんの奇跡をたどってるってことなのよね。おそらくゆえちゃんが取った行動なんだろうな。死んじゃう前？だと思う。なんか上から降ってきたな。だからゆえちゃん上を見上げてたのかしらね。気づかなかったことにして先に進もう。それがいいと思うわ。さあ、何？鳥？わからないけどぐちゃって言ったわね。なんだったんだ。ほうほう。まず石を投げて。隠れる。うまく回避できたみたいね。投げた石もしっかり拾うマリサ。エコです。石だって無駄にしないんだぜ。ようやくここまで来れたな。次はいよいよ最終回です。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。